先から来た、朝から先ほど今状態通り女の人女の人女の人どうぞどうぞどこいるかスタッフどの自分でも同じもの持ってるでも何人持ってるの売れてますか商売でやってんの、うん、すごい商売これパソコンとなんとかいいでしょこれ8000円ぐらいです高い何よりもさ、名前が入ってるのが仕事も知らなかった Facebook に繋がってるから Facebook の名前がここに買ってるどうだ、いけるかでもこの見越し切れへんって言ってたのに本当私見越しの方がいいと思ったのにこれが入ってるじゃないいや、何かインド語で入ってるのかと思って。はい、まっすぐ持ってきて。はい、また、真ん中よりお願いします。お帰りよ、お帰りよ。あ、そう。疲れるね。あ、いいの慣れてますよ。おお、お好きだよ。これ、私これ一日全然もう慣れてる。力あるというんじゃなく、もう慣れてる。私取り終え、板や人形もそういう激しい見越し、ずっと目立ちから、こんな、バーッと、こんな、苦しいな感じ。見越し、バトルへ、バトル撮影。ちょっと見たいですね。ああ、お祭り。うん、遠い、今年、まあ、静岡県へと飲ますとか、あと、熱海、あと、あそこだけと。相模原。今年ね、そのぐらいだし。そんなに今お金出さない。だから遠いところに行かない。スポンサーがないから。スポンサーになっていただければ、もう遠いところに行きますよ。さあ、パイニーさん。探すわよ。パイニーさん。まあ、もっと行きたいね、本当は。遠いところ、まあ、京都もっと遠いところ、もっと古いな、お祭りみたいな。行ったことあるよ。お酒が。でももうできない。一日往復へ、もう2万ちょっとするから、もうできない。僕の方で姫路500円いるから、一緒に行ってくれるよ。うん、車乗って。ああ、それ、たそが。お酢日だけ、たそが。まあ教えていただければ、そういうだけ出す、あそこだけ出さない場合はもう行きます、ありがとうございます、また今度教えて、会長に行って会長コミュニケーションあれば、これは会長横にいるから、ね、そうそう姫路行ってこいさん。パイさん、ヤイさん、パイさん。いいレポートするよ。レポート。ヤイさん。来週は？来週はわらびの方行きます。埼玉で。なんだっけ、春日神社。ちょっととりあえずはそこ。どこ行くこれ？うちの隣。野川、うん、と大戸、うん、でもごめんなさい、今度もちょっともともと約束、うん、なや約束いうか、うん、もう行きますって、うん、行きますよって、うん、もう行っちゃってから、うん、もう行かないと思えば、うん、後でたまに行く、うん、行っても行かないところもあるけど、もう後へちょっと謝らない、うん、でももう最近結構、うん、玉を引っ張られるんで、うん、来てて来てて、うん、まあ嬉しい、うん、でも困るところもあります、うん、でもまあ向こう立派な神輿よ、江戸時代の神輿結構古くて、もうまあ去年も行ったよ、
だから今年も江戸みこしもあるわよ、高橋君。いや、キーバあ、どうも。でその後に水曜日は、あ、でも土曜日もしみこし出る場合は行けるかもしれない。土曜日、土曜日は土曜日はないんだよね。ない。たまに良い宮とか、うん、もしやる場合は教えて、うんうんうん、もし土曜日やなんとかあれば教えてて行けるかも。日曜日はちょっと思う。どっこいどっこい。そぼられた。これ。ピッチャーこれ。どっこい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 よ。どっこいなんか触れるわけないよ。無理無理無理。これできるでしょ。やるよ。ジンク入ったら終わりじゃない。やるよ。でも東京今本社みこし6人やってる本社みこし超えてきたんですよ。そうですね。で昨日行ったところ、本社みこしも、うん、どっこいところもある。あとジンク入れてね。ジンク入れて、うん、だからどっこいどっこいあんまり掛け声出せない。いきなりジンクになる。 あそこだけもうちょっとどっこいどっこい何回行ってからジンク入るの方は別に。そうですね。でもやらない、うん、私昨日お話だ。でも向こうは ひょちパン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 人口入る。あ、そういうタイミングで、ね、やってるんです。どっこいどっこい言わない、言わないんですよ。あそこはちょっと、まあお尻というか、見るよくちょっとどうだろう。三鷹八幡もすごい有名な、うん、三鷹八幡の二宮戦艦みこしもギネスブック入ってたみこし。ダイヤ、一番でかいダイヤも、はいはいはい、このみこしもどっこいでかすぐんですよ。うん、おそう。江戸前と、あと駅前、うん、駅前ついて、あそこからまあちょっとだけだけども、時空4脚ぐらい、4脚ぐらい。でも面白いですよ。ただ、同じ形で、どっこいどっこいない。だから若いのが一人もこの線、電線結構低いな。上ゆっくり行った方がいいと思う。やった、前下げ。でも、アウトだったらもう止まんねえから。